マイトリーパーラシリセーナは、スリランカの政治家、第七代大統領である。日本語での表記としては、外務省が用いている、新原語読みに近いマイトリーパーラシリセーナ以外に、超音が省かれたマイトリパーパラシリセーナやマイトリーパーラ、シリセーナが用いられている。シリセーナは、スリランカ北中部州の政治家であり、同州から初めて選出された大統領である。 元々はスリランカ共産党の活動家だった。また、農学者であり、歴代の大統領でた々見られたようなスリランカの政治エリート層の出身ではない。1989年に国会議員から初当選し、1994年以降は初代人を歴任している。シリセイ側2015年の大統領選において野党統一候補として出馬するが、 その直前までは、前大統領、マヒンダ・ラージャパクサの下、与党スリランカ自由党の幹事長かつ、保健大臣として、政権を支える側にあった。大統領選は、事前の予測では参戦を目指す、ラージャパクサ陣営の優勢が予想されており、シリセ性ナの勝利は予想外のものとなった。この勝利は、多数派シンハラ人の中でも、農村など、地方の有権者と、 ラージャパクサ政権により、内戦後の社会から阻害されていた、少数派のタミル人やイスラム教徒の票によるものだと見られており、シリセーナ陣営が支持されたという以上に、反、ラージャパクサという意味合いが強いものであった。シリセーナは、大統領就任後、100、デイリーホーム、プログラムと呼ばれる改革案を掲げており、選挙から100日で全政権で強まった。 大統領権限を見直す改革を行うとともに、汚職問題や内戦末期の戦争犯罪の調査を進めるとした。首相には、統一国民党の党首であるラニル・ウィクラマシーン派を任命した。なお、シリセイナ自身は引き続き SLFP に留まり、大統領を党首とする同党の規定に基づき、SLFP 党首に就任した。 2015年8月にはスリランカ議会選挙も実施され、シリセーナを支持するアンプが勝利第一党となり、大統領就任以来進めてきた政策が評価される形となった。選挙の結果を受け、アンプと SLFP による大連立政権が結成された。しかし2016年以降、次第にシリセーナとウィクラマシン派、 フンクと SLFP の対立が顕著になり、また、SLFP 内部もシリセーナ派とラージャパクサ派が対立するなど、政治的混乱が続いた。汚職や戦争犯罪の調査も進まず、経済が悪化したこともあり、不満が高まり、2018年2月の地方選挙では、ラージャパクサが主導するスリランカ人民戦線に過半数を奪われる大敗を喫した。 2018年の政変2018年10月26日、シリセーナは突如ウィクラマシン派を首相から解任し、公認に前大統領のマヒンダラ・ージャパクサを任命した。だが、ウィクラマシン派側も2015年の憲法改正により、大統領の首相解任権が失われているとして、また自身の率いるアンプラが国会の多数派であることから解任を拒否し、 徹底抗戦の構えを見せた。多数派工作を行うも失敗したシリセなナ、ラージャパクサは国会解散を宣言するが、これも最高裁によって改正憲法では不可であるとして差し止められ、一方で11月16日には国会でラージャパクサ首相に対する不信任決議が可決された。12月14日には最高裁がシリセなナの議会解散とウィクラマシン派を 首相から解任したことは意見との最終判断を下し、15日にラージャパクサは首相を辞任すると表明。翌16日にウィックラマシン派が再び首相に任命された。対人2018年の政変により知持性なの評価は急落し、またウィックラマシン派との関係も改善しなかった。二千十九年四月に発生したスリランカ連続爆破テロ事件では、 事前に警告を受けていたにもかかわらず、政治的対立により対策が行われなかったと厳しい批判を受けた。こうした中、知り性側2期目となる同年11月の大統領選においては出馬せずに中立を表明。退陣した。次期大統領には、マヒンダラージャパクサの弟のゴーターバヤラージャパクサが当選した。退陣に際しては、直前に、 裕福な名家出身の死刑囚を恩赦しており、これも批判を受けた。全民大統領のマヒンダラージャパクサは、親中派であり、中国への依存が強かったが、シリセーナは、大統領就任後から、過度の対中依存を修正する政策を進めており、全方位外交の方針をとっている。しかし、中国に、ハンバントタコを99年間対応する政策に、 否定的な閣僚は解任すると言ったことも言ってる。ありがとうございます。